新茶を富士スイミングクラブのエイサーです。暑い日が続いてますね。こんな暑い日こそプールに行って泳ぎたくなりますよね。ただ暑い日に長い時間泳いでると体が疲れたとなりやすくないですか？今回の動画ではプールや海などで長い時間泳ぐときに体が疲れにくくなるためにやってもらいたいことを話していきます。良い練習をして練習の成果がしっかり出せるようにぜひ参考にしてください。長い時間泳ぐときにやってもらいたいことは水分補給です。例えばランニングの場合、夏の暑い日にランニングをしたとき30分ぐらい走っただけでも汗をかくと思います。 T シャツが絞れるぐらい汗をかいたり喉が渇いたりする人も多いと思います。ではプールではどうでしょうか？プールでは泳ぐときに水の中に入っているので気づきにくいですが結構汗をかいてます。ただ汗をかいている感覚がないので気づかないうちに脱水状態になっている可能性があります。脱水状態になってしまうと良いパフォーマンスが発揮できなかったり疲れやすくなったりしてしまいます。泳いでいる時の強度にもよりますが30分を目安にしてそれ以上長い時間泳ぐ場合は途中で水分補給をするようにしましょう。この時に気をつけてほしいのは他のスポーツとの違いです。主に外で行うスポーツですが暑い日や寒い日などによって汗をかく量が変わると思います。プールの場合はどうかというとプールの施設にもよって変わってきますが屋内プールの場合は暑い日や寒い日などにあまり影響されずだいたい同じぐらいの水温だと思います。そのため寒い日でも長時間泳いでると脱水状態になってしまうかもしれないので季節や気温などにかかわらず水分補給をできる準備をしておくことをお勧めします。いつ水分補給をすればいいのか、どれぐらい飲めばいいのか、何を飲めばいいのか、わからない方はこちらの動画を参考にしてください。自分自身も練習をするときは必ず水分補給用の飲み物を用意して良いパフォーマンスをキープして良い練習ができるようにしています。皆さんも良い練習をしていい成果が出せるように頑張ってください。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また富士スイミングクラブではベトナムで水泳のレッスンを行っています。泳げるようになりたいという方はぜひご連絡をお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。